改めまして皆さんこんにちは、お元気ですか、ゆなねりです。今回はですね、アメリカの家具屋さんを紹介していきたいと思います。その名もズバリアメリカンフォニチャーっていうね、あのウィオハウス、すごい大きいあの家具屋さんに載っております。ここでね、あの新しい住居にあのカウチ、ソファーが欲しくてに来ております。中のね雰囲気の方が楽しんでもらえるといいなと思って紹介させていただきます。それでは行ってみましょう。それでは紹介していきましょうか。このアメリカンフォニチャーは1975年、48年前にですね、コロラド州から始まりまして、現在コロラド州、アリゾナ州、テキサス州に15店舗構える家具屋さんです。正式名はアメリカンフォニチャーウェアハウスというだけありまして、コストコとかですね、イケアみたいに店内は倉庫のように広くて、たくさんの種類の家具を見ることができます。このお店のいいところは、もっと卸問屋さんだっただけあり、他の、ね、家具屋さんよりも断然安いです。アメリカの有名な家具屋さんといえばアシュリーとかですね、あのルームトゥゴーっていうのが有名なんですけれども、新品で買うとそれなりの値段がします。私は予算の都合上、家具を買うときにはですね、前回紹介しましたフレアマーケットとかグッドビルのような中古屋さん、またはねガレージセールで買うんですけれども、布製の洗えないものは新品で買います。例えばベッドのマットレスとかカウチとかソファーなどね。服とかシーツとかは洗えますので、気に入ったものがあれば中古で買って洗ったりして使いますけれども、洗えないものは買わないようにしてます。と言いますのは、アメリカはね、あの犬とか猫を室内飼いすることが多くって、ズボラであんまりお世話をしていない方がたくさんいらっしゃるんですよそうしますと、ノミとかシラミなどのね虫さんがいる可能性が高いです。木とかプラスチックのものでできたあの家具はね、ブリーチしたりとか削ったりしてリメイクして使うこともしますけれども、布製の洗えないものはおすすめできません。気をつけてくださいね。今回探しています家具はリビングルームに置くカウチなんですけれども、最近流行りなのは奥行きのある深めのもので、そのままねベッドのようにして転がったりとか、友達親戚が来た時なんかはねベッドとして使ったりもできますので、流行ってるみたいですね。ゆったりしていてくつろげますからね。ただね、やっぱりね結構場所を取りますので、大きいリビングルームじゃないといけませんね。さて、アメリカで超有名なカウチ、椅子なんですけれども、それはね、リクライニングチェアだと思います、特にねアメリカ南部でも、もうどこの家庭でもねあると思います。この後皆さんにじっくり見てもらいたいと思うんですけれども、でかくて、リクライニングというくらいなので後ろにも倒せますし、最近ではねロッキングできたりとかで、あの回転できたりもします。ただやはり場所を取りますので、1個の家庭に1つもしくはね2個あるぐらいで、だいたいお父さんとかおじいちゃんが使ってるイメージがありますあの座り心地がとっても良くて楽なので取り合いになるんですけれどもね子供が座ってるのを見たおじいちゃんとかがね、 What are you doing my chair boy? とかって言って、席をね譲るようにたしなめてる様子をよく見てきましたそれでは実際にね、どんな感じなのっていうのを見てもらいますね。どうぞ。アメリカのカウチといえばこんな感じでリクライニングされる。Can you do the reclining? リクライニングデモンストレーション。わかります？こんな感じでね。いや。これがねすごい主流っていうか、南部のね田舎町に行くとこれいっぱいあります。手動なんですけどね、これはねあの電気でリクライニングできるようになってみたいです。これが普通のカウチ、これも普通のカウチ、ラブシートって言われてるやつですね。これが3つのやつで、はい、テキサスは何でも大きい、こんな感じでけー。
これが一人分のパーツになります。大きいよね。で、walking? I don't think they are walking though.I see. これで寝れますね。でかい。Yeah, entertainment. Then after that, this one. Have a couch. で、ドリンクホルダーがあって。I'm gonna get my own juice. Whoops! Just my own juice. Luckily, it's plastic. And that one. How about electronic stuff? What they do? Ah, I see. You're fancy, fancy. All right, up.Good, next. The locking? Oh, that's locking. How nice. Oh, it's not lock it yeah, when you lay down. Yeah. All right, next is gonna be turn one.360度ターニング丸い椅子もありますね。でかいね。 Spin me. I don't think it's spinny when you lay down though. あ、出る。すごいね。All right, next. Cleaning storage. How nice. Down. And sit down on top, baby. That's good, isn't it? So how about this one? This gonna pull?Uh-huh. They turn to the bed? Yeah. Bed. It's not gonna turn to up? It's not... They should be up. Can you help to up the bed? Uno, you smash it. Oh, yeah. Oh. I guess it can't be. And then? The queen size.How nice! And I'll have the desk over here. Yes. はい、いかがだったでしょうか。面白かったですか。よろしかったらチャンネル登録と一気にねボタンの方押してくださいね。またそれではね、また次回お会いしましょう。はい、バイバイ。バイバイ。